例えばまあ300万ってまあ、ね、安いお金じゃないじゃないですか、はいど、どういうふうにやっぱ貯めていこうって考えてますあ別で、例えばクラウドファンディングいろいろあるんですけどあの、投資を結局募ることになります。投資を募るっていうところ、前提で頑張るですかそうですね、基本そうです。いや、ただは、はい、今、自己資金ゼロって言ってたじゃないですか、そもそものその考え方なんですけど、はい、まあ。 100万でも、まあ、50万でもいいと思うんで、はい、まずそこは貯めてみようとか自力で稼いでみようっていう考えはまずないんですかあえいやちょっとあのその辺ちょっと感覚はあ,のあれなのかもわからないんですが、はい、あの50万100万程度だったら、うん、あの問題なくすぐ用意してできると思いますあの、はい、このアプリ開発にどうしてもプログラマーが必要でそのプログラマーも実際にいろいろな方をお会いして 実際に作ったらどうなのかっていう、結構いろんな方に聞いて、うん、情報集めはしたんですが、うん、なかなかお金がかかりまして、100万、50万じゃ、もう始められないんです、ね、いや、もうそれは分かってます、はい、それは分かるんですけど、はい、まあその気持ちの部分というか、はい、もう、あもうタイガーファンディングなしだったらいいや、あもういいや、じゃあ違うところに行こうなのか、はい、ナッシングで終わっても、いや、ちょっと違う、なんとかもうここは自力でやってみようあなるほど っていう考えなのか、ああ、そこはちょっとはっきり聞きたかっただけです。このお話は事前に、はい、事前時っていうか、うん、この構想思い浮かんだ時から本当にいろんな方に話を聞いていただいて、うん、で自分がこれからこんなことをやりたいんだっていうのをいろんな方に聞いてもらってるんですが、でその上で例えば経営者の方とか、うん、何か、えー、自営されている営業なんかされていらっしゃる方からはやるんだやるんだったら。 えと声かけてよいくら出してあげるとか、そういうお話はちょっとあるんですよ、実際には。そういうところから集めても全然いいかなと思ってるんですが。うん、なるほど、じゃあ別にここで集めれなくても、そういうところに声かければ、僕に投資してくれる人はいるよっていうことですねえと、まあ、時間がかかるけれども、うん、小口で集めればいけるかなっていうイメージ、うん、300万ってその程度かなと思っているので、その程度、えー、例えば1人10万だったら30人ですし、うん、5万だったら60人。 っていうことなん時間をかければ小口では集めることできるかな。一箇所から集め、なるても募れる金額、そういう可能性がある金額ってことですね。そうですね。一万円で三百人みたいな。ただ所長が聞いてるのは、夏目さんがですね、全部どっからもお金引っ張れなかったとして、自己資金でもやりたいのっていう質問だと思います。もちろんあのいろんなところからお金が集まる可能性って現在あると思うんですけど。 それがなかったとしたら自己資金でも貯めてでもやりたいような思いがある事業なのかどうかっていうのを知りたいです、はい、あ,あなるほどあの一応この簡単にですね300万って3つ持って,てあるかないかで答えてくださいあるかないかで答えてください、うん、お願いします私は何が何でもこれはやりたいのでもちろん自分の資金を使ってでも足りなければ全て埋めてや,るやろうと思ってます自分の力で。 ましたそれがやっぱり最初の僕質問で聞きたかったんですけどまあ、はい、ね僕らもやっぱりその極力やっぱり緊張してるじゃないですか、はい、夏目さんが緊張してて、はい、あの多分苦手なんだと思うんですよ人前がでもこういうところに出てきて僕すごいなと思うんですよやっぱりここでこんだけそのプレゼンをするってすごい多分本苦手でしょこういうこと初めてです,ですよね、はい、だかからら僕すごいなって思うから、はい、まあ 何かうんですよねだけどもそのここがダメだったら他でいいやとか、まあ、僕の質問の仕方が悪かったかもしれないんですけども、うん、なんかちょっとこうね <laughs> いい気はしないような言い方をするんでだけど僕すごい好きですよ夏目さんのことすごい好きですよただ一緒に授業するってなった時にどうなのかなっていうのがちょっと今僕も不安なんで。 なんとか夏目さんのいいところを引き出したいんですけど、はい、うんちょっと今のところ僕難しくて。すいません。はい